松本対西風掃事件不思議な老人土曜日の午後2時桜紹介が半日で弾ける日である丸の内中通り三菱21号館の階段を勢いよく降りてきたのは そこのタイピスト森初子であった白ジュスのブラウスに白と茶色の細い市松格子のスカートをつけ同じハンコートを腕にかけているお待ちどうさま階段脇に待っていた小松開風の娘に明るく笑いかけた本当にしばらくでしたわねうちの方はいいんでしょ活動写真でも見ましょうか初子は 一足ほど遅れてつつましやかについてくる娘を帰り見た。でも、ほんの一日間のつもりでお暇をいただいてきたんですから、ここでお目にかかれればそれでよろしいんですわ。それじゃあ、その辺へ行ってお茶でも飲みましょう。二人は昼食時間が過ぎて一足のまばらになった中通りをまっすぐに丸ビルの方へ歩いていった。 青空を隠している建物の間に止まっている5月の太陽は暑すぎるほど二人の首筋を取り付けていた。並木の鈴掛け樹の葉が歩道の上に紫の影を落としている。二人は丸ビルの南口から三橋の喫茶部へ入っていった。あれからもう一ヶ月半ね。どう辛抱できそうああいう家は随分人出入りが多いから面倒でしょうけれども。 おとしさんはしっかりしているから。おかげさまで、私大変いいところへ入れていただきましたわ。夜はまるまる勉強できますもの。今は大勢今は5人きりですの。としは自分の働いている清風荘アパートメントの人々の顔を思い浮かべ、まるまると膨らんだ赤い方に微笑をた,たえながら答えた。その中には、 彼女の顔を見るたびに、洋装にしたらどうですかね、と勧める、表紙着みたいな顔をした洋服屋がいた。奥さんはいい方でしょお玉さんは近頃どうしていてお嬢様は、先月の初旬から、横浜の女学校へ寄宿しておしまいになりました。もう、どうして寄宿なんか。ああ、あの倉林さんのことじゃないの 初子は清風荘の主婦から娘の玉子と宿泊人の倉林とがあまり親しすぎるという心配を打ち明けられたことがあったですから奥さんが本当に心配していらっしゃいますでもお嬢様は寄宿舎なんかへやられてなんだかおかわいそうですわけれどもお玉さんもまだ4年生なんですものねでも何にもわからない子供なんだから お母さんだって心配になるわ。小柄で目元の晴れ晴れしている色白の初子は二十歳そこそこにしか見えないが物腰や話しぶりなどを見るとそれよりずっと年がいっているらしい彼女は両親の顔を知らずに叔父夫妻の手元で育てられ平塚の女学校を出ると間もなく上京して職業婦人となった1時間ばかりして2人はそこを出た。 初子は牛込の清風荘へ帰る都市を市営バスに乗せてしまうと街路樹の下にちょっと足を止めて銀座方面へ出る混雑した青バスを見上げたがふと気を変えて穏やかな日光が遠くまで明るい線を投げている建物の片側を歩いていった毎朝9時には事務所へ出勤し夕方5時まで働いている初子にとって土曜日の午後 のんびりした気持ちで青空の下を歩くのはそれだけでも楽しいものであったいつの間にか遠くの雲がふるさとの山になっていた両側の建物の凹凸はその裾である女学校の前の広場そこにはクローバーが茂っていた牧場の隅に夕日を浴びているカシの木クマバチの集まってくる裏のグミの木 ふるさとを出たのはつい昨日のようであるがそこにはすでに5年の月日があったその5年はまことに速やかになだらかに流れ去った初子は尾張町の近くへ来てとある靴屋の前に足を止めた時ショーウィンドウの鏡に映った老人の顔を見てギョッとしたそれはこの23日幾度も彼女の身辺に現れた 不思議の老人である。私は少し小説的になっているんだわ。私が方々に現れるように、あのおじいさんだって方々を歩いているんだわ。初子は窓を離れて歩き出した。彼女は松屋の化粧品部でこまごました買い物をしてから、パラソルやスカーフなどを見て回っているうちにふと顔を上げると、またしても、 ネクタイ売り場の陰に立って自分の方を見据えている例の老人を見出した。もはや偶然とは思われない。初子は急に気味が悪くなって足早に横手の出口から表へ出て街角から新宿行きの青バスに乗った。新宿駅前にバスが着いた時には町の隅々にはもう母職が迫って 赤く染まった空の下を行き交う人々の足がなんとなく忙しくなっていた人々に押されながら最後にバスを降りた初子は思わず「あっ!」と軽い叫び声を上げた彼女の23軒後ろにまた例の老人が立っている彼女はほとんど無意識に厳ビを返して車道を横切ろうとした「気のせいか?」 老人が自分の名を呼んだように思った初子はその声に追われるように自動車や電車の間を駆け抜けて二艦食料品店へ駆け込んだその時往来でただならぬ気配がしたので振り返ると例の老人が前びたいから血を流して人々に助けられて自動車へ運び込まれるところであった初子はハッと胸を打たれた 何か自分の過失のようでそのまま見過ごしてはいられないような気がしたが躊躇しているうちに老人を乗せた自動車は行ってしまったそれから数分して新宿駅のプラットホームの雑踏の中に立った初子は痛々しい老人の姿を思い浮かべてなんだかすまないように思っていた考えてみればその老人は 決して恐ろしい顔や悪意のある表情をしていたわけではない何か自分に尋ねたいことがあったのかもしれないことによると自分の後を追いかけてきたために自動車にひかれたのかもしれないなぜあの時引っ返して言葉をかけなかったのであろうそんなことを考えているうちにホームはますます混んできた森さん今お帰りですか 初子は自分の名を呼ばれて初めてそばに立っている青年に気づいたそれは同じ会社に勤めている倉林という男の友人で2、3度顔を合わしたことのある青年であるああ、静田さんしばらくでございましたいい季節になりましたねさっき神宮で素晴らしい富士山を見ましたよ青年はこだわりのない調子でそんなことを言ったが 初子は三強で都市を相手にしていた時のようにスラスラとは言葉が出なかった山登りをなさいますのいや近頃は人生の登山見たような目に遭っていてなかなかそんな暇はないんですああようようあなたのお乗りになる電車が来たようです背の高いしずたは目を細めて遠くの軌道を見ながら言った 初子が動き出した電車の窓から軽く会釈をすると青年は帽子のヘりに手をかけて階段を降りていった格闘を静は考えるともなく初子のことを考えていたあの人はこの前の時もその前に野球を見に行った時もそれから今日もまた あの金のの胸飾りをしていたあの鎖の先に下がっているロケットの中に何が入っているのだろう誰かの写真かしらしずたはやや憂鬱になりかけた気分を奮い落とすようにして市電を牛込の北町停留所で降りた交番の横を1丁ほど行って左へ曲がると閑静な屋敷町になって高い石段を上がったところに 門のある家だの一丁も続いた黒板塀の外れに門があって表札などの消えかかった古い邸宅などが並び合っているその横丁を一つ越して赤いポストの立っている筋向こうに植え込みを前にした3階建ての洋館があるそれが西風荘アパートメントである玄関を入っていった静太は横手の廊下から出てきた主婦の久子に 奥さん、ちょっとお話があるんですが。何、ここでも構いません。実は部屋のことですけれども、下の方をなんとか都合していただけませんかね。そうですね。会館は一号が空いているんですけれども、あれは国の代議士に年期目でお貸ししてあるんで、いつお見えになるかわかりませんから。今までのお部屋ではいけませんの 部屋は差し支えないんですけれども、正直なことを言うと、相棒にアイスをつかしてしまったんで、共同生活は嫌になったんです。もう、急にどうしてそんなことを。倉林さんとは学校時代からのお友達で大変仲良しだと思っておりましたのに。その時、2階から藤原義江もどきのテナーが聞こえてきた。あ、はあ、またやったる。 僕はね、奥さん。あの男が人格的に嫌いになったんだからどうにもならないんですよ。いっそあいつを叩き出してしまいましょうか。私も玉子のことがありますから、あの方にはいていただきたくないんですけれども、あの方のご親類との関係もございますんで。主婦の久子は当惑下に行った。まあ、叩き出すなんてそんな無茶はしませんよ。 静はそのまま階段を上がっていった彼が部屋へ入っていくと倉林は共同の応接間の一番上等な安楽椅子を占領してタバコの煙を上げていた彼はネズミ色のズボンに桃色の絹シャツを着て青々と剃った顎に粉おしろりを打ち黒い頭髪をぴったりと後ろへかき上げた二十六七のヤサ男であるようお帰り ちょっとま、ここへ来てこの手紙を読んでくれ。倉林は膝の上から水色の封筒を取り上げた。静田は返事もせずに部屋を横切って自分の寝室へ入った。彼は普段のズボンに薄手のセーターを着替えると書物を抱えて応接前へ戻り、窓際の椅子に腰を下ろした。おい、静田、どうしたんだこの手紙こそ君の見逃してはならないものだぞ。 うるさい、よしてくれたまえ。僕は君の女の話には飽き飽きしているんだ。いいかいいか、そんなことを言って。この手紙はね、君の管轄内の女性から来たんだぜ。いいかね、たまこからなんだ。静ズは急に本を伏せて向き直った。また君から誘惑の手紙を出したんだろうけしからん。 冗談じゃない。この手紙を見たまえ。恨みの数々だ。それで横浜から帰ってくるんだとさ、僕なしでは生きていられないと言うんだ。君は、あんな何も知らない子供を騙しておいて、それで両親があるのか両親古い言葉を使うね。騙すも騙さぬもありゃしない。もが単に女学生のお相手をしてやったに過ぎないんだ。 では、きっぱり君に断っておく。以後、お相手は絶対にやめてくれたまえ。君は他に相手をする女をたくさん持っているじゃないか。僕は、君をこの家へ紹介した責任状、タバコさんを君の毒がから保護しなければならないんだ。はは <laughs> 君はなかなか責任を持ちたがる男だね。それじゃあ、 今晩ここへ訪ねてくる女性なんかにもさぞ責任を持ちたがることだろう。その女性は君も知っている人なんだから。美人だぜ、君。タマコごとき西洋人形とは違って。ここへ来るというのか誰だ、それは。初子さんさ。森初子だ。バカ嘘つき 静は真っ赤になって怒鳴った嘘か本当か見ていたまえ今晩8時にここへやってくるそして一緒にダンスホールへ行く約束なんだ倉林は勝ち誇ったように言ったそして口笛を吹きながら静子を抱いて踊るような身振りをして椅子の周りを歩き回った静はそれっきり黙って書物の上に目を落としたがしばらくして おい、倉林、そんなでたらめな生活はやめてくれないかもし君が本気でタマコさんと結婚する意思があるなら、僕は君たちのために骨を折ろうじゃないか。その代わり、今までのように無責任に色々な女性を相手にすることは断然よしてもらいたい。おやじ、よせやい。この自由な世の中に結婚なんかに縛られてたまるものかい。 女の数の方が多いんだぜ。よし。それではタマコさんには手を出すな。その手紙を見せろ。どっこいそんな野暮な男にはこの手紙は渡せない。よし。見てやる千鶴田は席を立って倉林の前へ進んだ。倉林は素早く水色の封筒をポケットへ押し込んだ。出せ なぜとはんだ僕は君から何一つ命令される覚えはないんだ。ええか君にはっきり言っておくが、僕は以後、たまこと初子を両手に鼻。何を恥知らずめ静田は屋庭に相手の横っ面を殴った。倉林は暖炉の前にあった灰かきをつかむなり投げつけた。 それは静の肩をかたををすめて棚のガラスを粉砕しのの鉄拳は飛びかかってくる倉林の顎を突き上げた倉林はひとたまりもなく床に倒れたしばらくしてムクムクと起き上がった倉林は「ハハッ素人検討家か下劣だね僕はそんな人間の間はごめんだ」と捨てゼリフを残して 部屋続きの自分の寝室へ入っていったしずたは彼がブツブツ言いながら室内を歩き回っているのを聞きながら再び書物を取り上げた赤い部屋の死体西風荘の絵画では久子が今で横浜の寄宿舎へ行っている娘のネルの着物を縫っていた そこへ女中の都市が顔を出して「奥様加藤さんがお見えになりました」「お隣の加藤さんではここへお年し,しておくれ」久子は都市が言ってしまうとため息をして仕事をそばへ片付けた入ってきたのは50前後の潔白のいい前びたいの抜け上がった青い顔をした男であったそれは隣の玉木家の番頭加藤であった 彼は挨拶が済むと久子が何か言いかけようとするのを遮ってそれは自説柄とか何とかいろいろ奥さんの方にも言い分は終わりでしょうが私も責任上そういつまでも伸ばし伸ばししてはいられないから今日は間違いのないお返事をいただきにやがったんです書き換えと言ってももう三度目ですからねと 厳しく貸し金の督促をして帰っていった久子は加藤が来るたびに家の柱を一本ずつ食って行かれるように思った彼女は縫いかけの着物を膝の上に置いたままいつまでも電灯の下に座っていた夫の死後財産整理をしてようよう手に残ったのはこの家一軒だけであった住み慣れた家に執着を持ったのと 住宅をそのまま多少の手入れをして現在の鹿島業を始めたのであったその費用の一部を隣同士の心安立てに玉木から借りた金が現在の苦労の種になっているのであるアパートメントの経営は彼女の計算通りには行かなかった部屋が8分通りり塞がったのはようやく今年になってからでそれも3階の2部屋は ずっと割引して入ってもらったようなわけである。久子は先々のことを考えたり、横浜へやった娘を案じたりして、すっかり気がめいってしまった。時計はちょうど10時を指していた。しは台所の横手にある女中部屋でもういびきをかいていた。突然、誰かが階段を駆け下りてきた。奥さん 奥さん、大変ですと叫びながら廊下をめぐって走ってきたのは静田であったどうなったんです久子は足でスリッパを探りながら戸を開けた静田は真っ青になって唇を震わせていた奥さん倉林が死んだのです死んでいるんです どうしたんです何をしたんです静田は久子の言葉など耳にも入らぬ様子で彼女の腕をつかんで階段を駆け上がった息を切らせながら階段を上りきった久子は驚がくの叫びを上げて飛びのいた目の前に青い顔をした男が大バサミを持って突っ立っている私ですよ奥さんどうしたんです 何事ですと男は言ったそれは3階に住んでいる洋服仕立て職の橋口で開花の騒ぎを聞きつけて降りてきたのであった大変なんだ倉林が死んでいるんだ静田は同じ言葉を繰り返したもうびっくりした橋口さんそんな刃物なんか持って危ないじゃありませんか 橋口は初めて気が付いて開いていたらしゃばさみをつぼめた倉林は真っ赤なランプシェードをかけた炎の海のような部屋の中で小さなテーブルに顔を伏せて居眠りでもしているような姿勢をしていた小腰をかがめてこわごわ倉林の顔をのぞき込んでいた橋口は後ろから肩を抱くようにして体を起こしかけたが 何と思ったか急に手を離したので倉林の首はがっくりとのめって前びたいがゴトンと音を立ててテーブルに落ちた後頭部から首筋に伝わって赤糸のような線がシャツの襟を染めていた倉林はすでに事切れていた「こりゃあもういけないどこにも触らないでおこう」 すぐ、警察へ知らせなくちゃ。橋口はガタガタ震えながら言った。三人は押し合うようにして階段を降りた。僕、警察へ電話をかけてきましょう。静田が慌てて玄関を飛び出そうとすると、久子がそれを制して。いいえ、あなたは家にいてください。死骸を発見したのはあなたなのですから。と言った。 静はその言葉の中にある意味を感じて、さっと顔色を変えた。私が行ってきます。橋口さん、後をお願いしますよ。久子は外へ走って行った。まもなく、神楽坂署の司法主任刑事、その他警官の一行が到着した。久子は警官の尋問に対して次のように語った。 亡くなった倉林さんと静田さんとは経済学の出身で学生時代から大変仲良くしていらっしゃいました静田さんの方が先へここへおいでになり倉林さんは去年の秋いらっしゃってお二人は三つ続いた部屋を共同で使っていらっしゃったのですお二人ともいい方でした静田さんは勉強家で真面目でちょっととっつきの悪いような方ですが よくお付き合いしてみると大変親切な優しい方です倉林さんは陽気で女性いなくって誰にでも愛想のいい方ですが近頃あまり発展なせるので静田さんはそれを嫌ってお二人の仲はあまり円満でなくなったようです今日も静田さんは部屋を変えたいから都合してくれとおっしゃったのでそのことについてご相談しようと思って2階へ行ったのですが お二人が大論判をしていらっしゃったので具合が悪いと思ってそっと引き返してしまったのですそれは8時半頃で間もなく2階は静かになりましたちょうどその頃私のところへ来客があったりしてお二人のことはついそのまま忘れておりましたところ10時頃になって不意に静田さんが2階から駆け下りていらっしゃったのです 静田の陳述は次の通りであった倉林が部屋へ引っ込んだのは8時40分頃それから9時頃まで部屋を歩いている音を聞きましたが僕も読書に夢中になっておりましたので倉林のことは忘れておりましたそのうちにふと気が付いて時計を見ますと10時でしたので寝ようと思って自分の寝室へ入りいつもの習慣で窓を閉めたのですが 倉林がもう床へ入ってしまったのなら応接間の伝統を消して戸締まりをしようと思い隣の部屋をのぞきに行ったのです最初はうたた寝でもしているのかと思ってそばへ行ってみると首に血が流れて脈が止まっていましたから驚いて下へ知らせに行ったんです君は8時半から10時までの間にこの応接間を出た覚えはないかね い,いえ、ずっとここで読書をしておりました。では、居眠りはしなかったかねい,いえ、決して居眠りはしません。怪しいではないか。倉林の部屋へ入るには、どうしてもこの部屋を通らなければならない。倉林の部屋の窓は内側から情が降りているし、君の寝室とは壁で仕切られている。 2号室との境のドアには情が降りているしその中で倉林は遠髄を刺されて即死している一体誰がどこから入って倉林を殺したんだ僕も実に不思議だと思います全く僕に気づかれずに人が倉林の部屋へ入るということは不可能ですそうなると僕がまるで犯人のようですけれども 僕には絶対に覚えのないことです。自殺でもしたのではないでしょうか。自殺した人間が自分で狂気の始末をするはずはないだろうじゃないか。君は倉林と夫人のことで喧嘩したというが、その夫人は誰だね誰と決まったことはないんです。一般の女性間について総論したんです。 そんな漠然とした女性のために、そんな激しい格闘をしたとは受け取れんね。誰か特別の女性が二人の間に存在しておったのだろう。司法主任は、書棚の下に散乱しているガラスの破片をちらと見た。君が夕方帰ってきた時、倉林は手紙を読んでいたというが、その手紙はどこへやったね。君が陰徳したのじゃないかね。 い,いえ僕は知りません倉林は最初その手紙を僕に読んで聞かせようとしたのですけれども宣告も申し上げた通り僕はそれを断りました倉林はその手紙を右のポケットに入れていましたから僕はその手紙が誰から来たのかさえ知りませんそんな手紙は倉林のポケットに入っていない君が隠しているんだろう そんなはずはないんですが確かに水色の封筒で僕は決して倉林を殺した覚えはありません静田はだんだん追い詰められた形になってしどろもどろになってしまったこの尋問中に刑事たちは倉林と静田の寝室を捜査して折々司法主任の耳に何事かささやいていた 2号室の男倉林と静の使っていた部屋は未満になっていて階段を上がると廊下の突き当たりに共同の応接間があってそれに続いて2つの寝室が並んでいる静は奥の部屋を使い倉林は入り口寄りの部屋を閉めていたこの二間は壁で仕切られていて応接間を通らなければ出入りができないことになっている もし応接間を通らないで倉林の寝室へ入るとすると階段を上がってすぐ左手の2号室を経なければならないしかしその部屋と倉林の寝室の境となっている扉は幾年も締め切りになっていてしかも鍵は紛失して主婦の手元には合鍵もなかった隣の2号室にいる浦部というのはどういう人物ですまだ帰らないようですが 毎晩こんなに帰宅が遅いのですか。司法主任が尋ねた。浦部さんは十日ばかり前にいらした方で、豊島中学校の漢文の先生で鎌倉雪の下にお宅があり、家族の方はそちらにいらっしゃるのだそうです。六十くらいのご老人で口数も少ないごく静かな方です。こんなに遅くなったお帰りになることは滅多にありません。 も一度夜中の12時過ぎに道を間違えたとかでうちの近所をうろうろしていらっしゃったのを橋口さんが通り合わせて連れてお帰りになったことがございましたと久子が答えた橋口はそれについてあれは先週の土曜日でした私が高円寺の得意先で将棋のお相手をさせられて12時頃に帰ってきますと あの老人が隣の玉木さんの裏木戸のところでまごまごしていましたからどうしたわけか聞くと「宿がわからなくなって困っているのだ」と言いましたそれで一緒に連れて帰ったのですと語ったその言葉の終わらないうちにどこかで激しくいたどをたたく音がしてわめき声が聞こえてきた人々は顔を見合わせた。 刑事の一人が廊下へ飛び出した物音は3階からであるあこいつはしまったあれは野原のやつだ鍵は私の所にある橋口は慌てて階段を駆け上がっていった間もなく頭に風呂敷をかぶって絵の具だらけの仕事着を着た男がブツブツ言いながら橋口と一緒に降りてきた それは橋口の隣室に住んでいる画家の野原であったどうしたんだ刑事は怪しむように言ったなにこの絵描き先生が私の顔を描きたがって仕方がないんですこっちは急ぎの仕事をしているのにやれこっちを向いていろのなんのとうるさくてやりきれないからタバコを取りに行っている間に締め込みを食らわしてやったんです 橋口は巨トンとして言うのであった。君はいつ頃締め込まれたのだ刑事が言った。一時間ばかり前です。野原は答えた。今まで何をしていた刑事は納得しきれない様子で言った。どうせ仕事が片付けば茶を入れるからと言って呼びに来るだろうと思って待っているうちに、 おた,たねをしてしてまったんです何か怪しい物音を聞かなかったかい,いえ橋口のミシンの音を夢うつつに聞いただけで別に何にも気がつきませんでした野原は橋口から珍事を聞かされてもまだ夢から覚めきれないような顔をしてぼんやり人々を見回していた2号の裏部の部屋は久子が合鍵を持ってきて開けた 片隅に寝台と椅子があるばかりで空き家のようにがらんとしている荷物といえば小型のカバン2個それに着替えのシャツが23枚と旅行案内が入っているだけで裏部の身元を語る書類のようなものは一切なかったたった一つこの部屋に不似合いなのは窓際のテーブルに据え付けてある立派な望遠鏡であった ウ部というのは博物の先生ではないのですね。漢文でしたね。司法主任は首をかしげた。その窓はすぐ下が壁書になっていて、隣屋敷の椎の木がうっそうと茂り合っている。その向こうに高層な日本艦の一部が見える。あれは誰の屋敷です玉木という氷菓子のうちです。久子が答えた。 その時、隣屋敷で数匹の犬が急に吠え出した。小立ちの間に懐中電灯がチラチラ動いている。司法主任がそばの刑事に何事かささやくと、彼は頷いて部屋を出て行った。応接前戻った司法主任は、椅子に埋まって両手で顔を押さえている静田のそばへ行って。さあ君、行こう。警察へですか しずたは憔悴した顔を上げた。もちろん。司法主任は冷ややかに言った。ちょうどその時、誰か忍びやかに階段を上がってくる足音がした。し<っ>、司法主任は手を挙げて人々を制した。一同は固唾を飲んで、戸口に目を注いだ。 階段の足音人々の視線を浴びて戸口に立ちつくんだのは正風騒の娘であったまあタバコお前どうして母親が娘のそばへ駆け寄ろうとすると司法主任はそれを遮ってあなたは黙っていらっしゃいさあお嬢さんこっちへお入りなさいと命じた タマコは人形のような大きな目を見張って人々を見回した。母さん、どうしたんです？何かあったんですか？母親のそばに立ったタマコの目は何かを探していた。お嬢さん、あなたはクラブ屋しに用があっていらしたのでしょう。地方主任が言った。うん、私。 ほうから血の気がうぜでいったいいえ娘は今日は土曜日だから帰ってきたのですねえお前は私を探しに来たんでしょさ子は娘をかばうように抱き寄せながら言ったお母さん倉林さんはどこへ行ったんですみんなは何をしているんです娘は狂人のようになって 母親の手をすり抜け、倉林の部屋の方へ走っていった。刑事の一人に支えられて部屋の前に棒立ちになった彼女は、倉林の死骸を見た瞬間、全身の力が抜けたようにぺったりと床に膝をついて、たもとに顔をうずめてしまった。それからしばらくして、母親や警官たちに解放されて、ようよう涙を収めた玉子は、私は、 今日遅くなったので帰るのはやめようと思ったのですけれども、なんだかうちのことが気になったもんですから、先生にお話しして急に帰ってきたのです。倉林さんとはお友達ですから、時々お手紙をいただきますので、私もお返事をあげました。本当にいい方でしたのに、誰がこんなことをしたのでしょう。と言って、また激しくすすり泣きをした。 警察官から離れて部屋の隅に立っていた橋口は肩を並べている野原に「あの娘は先週の日曜日に家へは帰らなかったけれども倉林と一緒に新橋のいちじくというカフェへ入っていったよ。俺に言わせれば横浜んぞへやっておくのが帰っていけねえ。だが人を殺すなんてことは容易なことじゃない。 君はまったく静田さんがやったと思うかい？と小声で言った。ようせよ、余計なことは口に出さん方がいいぞ。野原は相手の肘をついた。神楽坂社の一校が静田を伴って引き上げていったのは十二時過ぎであった。 橋口と野原がしばらく家の者と立ち話をした後で3階の部屋へこそこそ上がってしまうと、久子はガタガタ震えている娘に、私たちはもうこれでおしまいさ。こんなことがあっては、この家はもう立ち行きませんよ。私たち二人きりで、もっと固定に暮らしましょうね。と、諦めきったように言った。 タマコは長火鉢の脇のテーブルに顔を伏せていて返事もしなかった。お前にも学校を辞めてもらわなくてはなりません。当たり前じゃありませんか。私もうどこへも顔なんか出せやしませんわ。私なんかどうなったっていいんだわ。お母さんが私たちを理解さえしていてくだされば。 こんなことにはならなかったのに。娘は、のぼせ帰ったようになって母親に突っかかっていった。お前、何を言うんですお前には母さんの心持ちがわからないんですか倉林さんが本気でお前をどうとか思っていたのなら、母さんは決して反対しませんでした。母さんは、静田さんの言うことばかり本気にしていらっしゃるからよ。 お前、もしやして、静たさんにも手紙をあげたりしたことがあったのではありませんか久子は、倉林と静たの総論の中に、娘の名が繰り返されたのを思い出したのである。誰があんな人に手紙なんか書くもんですか私、あんな陰険な人大嫌い。だからこんなことになったんだわ。憎らしい。 お前は倉林さんに会う約束でも会って帰ってきたのそれにしてもどうしてこんなに遅くなって帰ってきたんですさっきも言ったじゃありませんか虫が知らせたのよもう死んだ人のことなんか言うのはよしてちょうだい私何にも聞きたくないまさか静田さんがそんな大それたことをしたとは思わないけれども 久子は探るように娘を見守った思われなくったって警察で引っ張っていったじゃありませんかおや玄関が開いたようだね親子は言葉を切って耳を澄ました誰かがことりことりと階段を上がってゆく2人はそっと廊下へ出た見ると頭に白い包帯をした男が 巨大な影法師を壁に移しながら二階へ上がっていくのであるそれは浦部老人であった親子は顔を見合わせて居間へ引き返した玄関の柱時計が一時を報じた隣屋敷ではしきりと犬が吠えているあぎ まあ人間っていつどんなことになるかわからないものね清風草の玄関に立った初子は都市から前夜の倉林の変死事件を聞いてしみじみと探索したそれで明け方倉林さんのご親類の方が死骸を引き取りにいらして奥さんたちはやっと今しがたお休みになったばかりなんですの。 たさんんがっってて。いらしです偶然にねどうしていらっしゃって割にしっかりしていらっしゃいましたわ私ゆうべ来ればよかったんだわそうすればこんな事件が起こらないで済んだかもしれなかったのに初子は前日新宿駅で静に別れて大久保百人町の宿へ帰ってみると倉林から速達便が来ていた。 それは急ぎの書類をタイプに打ってもらいたいから手紙を見次第原稿を取りに来てくれという要件であったけれども手紙を見たのはもう6時過ぎで暗くなっていたので今朝起き抜けにやってきたのである 2> 私2階へ行って警察の方にお目にかかってみようかしら初子は二度ほど静と倉林が一緒にいるところを見た寒い冬の暮れ方であった 帰り自宅をして廊下へ出た彼女は倉林にパッタリと会い、翌日までに打ってこなければならない書類を渡された。倉林を事務所へ誘いに来ていた静は窓際に立っていたが、彼女が腕に街灯をかけたまま不器用に書類を風呂敷包みの中へ入れようとしているのを見かねて、そばへ来て街灯を持ってくれた。二人はどこへ行くのか建物の前で初子に別れると、 愉快そうに肩を並べて東京駅の方へ大股に歩いていった初子は男同士の友達というものは本当にいいものだと思い頼もしいような気持ちで2人の後ろ姿を見送ったことがあった初子はその静太がたとえどんな事情があろうとも倉林を殺すなんていうことはありえないと思った なんだか都市の話を聞いたままで引き返してしまうのは気が済まなかったそうですかでもおよしになったらトシは警察などと交渉を持つことを恐れているらしかった大丈夫よ初子は気軽に答えて2階へ上がっていった突き当たりのドアは開け晴らしになっていた初子が入り口まで行くと 倉林の寝室からごま塩頭をゴブ狩りにして茶色の背広を着た滑覆のいい男が出てきたそれは神楽坂署の新藤刑事であった私森初子というタイピストです昨日倉林さんから手紙をいただいたものですからタイプにする書類を受け取りに来て今下で初めてゆうべのことを聞いたのでございますまあ、お入りなさい 初子は問われるままに倉林及び静田に関して知っているだけのことを率直に答えた神道刑事は最初はあまり好意を持っていないらしかったがだんだん話をしてゆくうちに彼女に親しみを見せるようになった現状はどんなふうになっていましたの出過ぎるようですけれども私に見せていただきたいと思っています。 こっちへ来てごらんなさい見るだけで手を触れないでください進藤は初子を倉林の部屋へ導いた倉林さんの腰掛けていらっしゃった椅子はこれですのこの椅子の位置はそのままになっているんでしょうか無論ですあなたも何か気がついたことがおありでしょう二人は昨晩喧嘩をしたんだそうですのね それで静田の立場が非常に不利になっているのですそうではないでしょう。二人が喧嘩をしていたということはかえって静田さんを有利にするのではないでしょうかではそのあなたの気弁めいたご意見を伺いましょうかね椅子の位置から見ますと倉林さんは入り口に向かっていたわけですのねそれなのに後頭部に傷のあるのは しずたさんが犯人でないという証拠だと思いますが喧嘩をした後ならしずたさんが部屋へ入ってきて後ろへ回るまで倉林さんはおめおめ椅子に腰掛けているはずはないでしょう隣の部屋との境の扉というのはどこです進藤はそれに答える代わりに部屋を横切って左手の隅にかかっているエビ茶色のカーテンを引いた扉の前には ゴルフの道具やラケット運動靴などが並べてあった神道はふと靴の間に落ちていた一寸角ほどの赤い切れを拾い上げたなんだペン拭きか彼はその布の一端の黒い染みを見て無造作に足元へ捨てたこの通りここは締め切りになっているんです神道は 扉のハンドルをガチャガチャやってみてから窓の方へ行った。静子はその際に最善の赤い布を拾って、そっとポケットへ忍ばせた。ごらんなさい。この窓にも内側から情が下りています。たとえ、ここが空いていたとしても、大橋語でも立てかけなければ登ってこられはしません。静子は窓を開けて下を覗き上を見上げた。 上の窓は絵描きの部屋ですよ。軽業しででもなければ、ここへ降りるのはできないゲーですね。神道は笑いながら言った。二人は窓を閉めて応接間へ戻りかけた。どうしても残っているのは、あの扉ですわね。誰かが二号室の浦部という人の留守を知っていて、隣室から忍び込み、 と初子が言いかけた時どこかでカチリという金属製の音がした新藤刑事は猫のような素早さで廊下へ飛び出していった続いて2号室で女の悲鳴が起こったなししてください。いたんんにもじゃないんです。と言いながら刑事に手首をつかまれて引きずられてきたのはタマコであった。 この鍵はどうしたのですないはずの鍵をどうしてあなたが持っているのです私、拾ったんです。みんなが鍵、鍵と言って騒いでいるから方々を探したら、庭の物置の隅に落ちていたんです。玉コはすすり泣きしながら言うのであった。鍵を拾ったなら、 なぜ私に届けなかったのですここへ何をしに来たのです私、ただこの鍵がこの扉に合うかどうか試しに来たんです。そうじゃないでしょう。倉林の部屋へ何の用があったのですこの騒ぎを聞きつけて母親のひさこが2階へ駆け上がってきた。どうしたんです タマコお前こんなところで何をしているんですおやあなたも来ていらっしゃったんですかひさこは刑事の後ろに立っている初子を見て何か言いかけたが、そのまま黙ってしまった。お嬢さんは昨夜11時にここへ着きましたね。横浜からまっすぐおいでになったのですかそれとも寄り道をしましたか神道が言った。 どこへも寄らないで、まっすぐに帰ってきました。でも、一階や見つけから歩いてきたんです。お嬢さんはこの鍵を拾ったと言っているのですが、どうしたのですまあ、そんなものをどこから拾ってきたんでしょう。この間から家中探していましたのに。とにかく、鍵はこの通り見つかりましたよ。 お嬢さんは今日明日は学校へ帰さないでおいてください。この部屋へむやみに出入りすることは、あなた方の上に疑念を及ぼすということを心得ていらっしゃらないのですか以後は注意してください。それで、二号室の浦部はまだ帰らないのですかおや、浦部さんはいらっしゃらないんですかいつの間にお出かけになったんでしょう 昨夜一時頃にお帰りになったんですけれども。今度、浦辺が帰ってきたらすぐ知らせてください。それから、昨日は倉林のところへ手紙は来ませんでしたかいいえ、参りませんでした。倉林にはここ宛ての手紙は来ないのですか主に事務所宛てになっているようでございますが、こちらへもちょくちょく参りました。 おう、手紙類が一通もないというのはおかしいな。まさか恋文をいちいち焼却していたわけでもあるまいが。神堂刑事は一人ごとのように呟いた。夜の秘密。 橋口はその晩郊外の得意先へ仕立て上がった服を届けに行って11時頃市ヶ谷見附で商船を降りた彼は電車通りを横切って銀行脇の新道を登っていった夕方真っ赤に焼けていた白い雲がそのまま空に残ってその切れ間に銀河の白鳥が輝いていたその下の方で両側の並木が生のるい風に揺れて 海のような音を立てていた橋口は前夜の倉林の変死体のことなどを思い浮かべ自分の首筋に血が垂れてくるようなことを想像しておのずと足を速めたすると最前から気にしていた反対側の歩道を歩いている足音が同じように忙しくなった橋口は誰かにつけられているように思ったので 相手をやり過ごして街灯の下へ出るのを見透かしているとそれは女でしかもタマ子であったお嬢さんではありませんか今頃お一人でどうしたんです橋口はそばへ追いついて声をかけたタマ子は青ざめた顔を振り向いて逃げ腰になったが相手の顔を見るとほっとしたように。 さっきから私をつけていたのはあなたでしたの。と言った。いいえ、私の方がつけられているのだと思っていましたよ。駅からいらっしゃったんですか私もあの電車でした。いいえ、私電車なんかには乗りません。あまり気がくさくさするからお堀端を散歩してきたんです。散歩 一体何時だと思いますもう11時過ぎですよ。こんな変な時間に一人歩きなんかしない方がよくはありませんかね。私なんか商売道具のはさみを持っていただけでさえあんなに厳しく調べられたんですからね。私は当に警察から目をつけられているんですわ。私をつけていたのがあなたでないとしたら確かに刑事よ。 橋口さんあなたは倉林さんを殺したのは誰だと思ってまさか私だなんて思っていらっしゃるんではないでしょうねとタマ子は言ったそんなことを思うもんですかさあ早く帰りましょううちじゃあきっと心配していますよ橋口はややもすればどこかへ行ってしまいそうなタマ子をなだめすかしながらようよう西風草へ連れ戻った 母親の久子は玄関の外の石段に立って気づかわしげに暗い往来をのぞいていた珠子は母親が橋口と挨拶を交わしている間に家の中へ滑り込んでしまった「奥さんお嬢さんをやたらに一人で外へお出しにならん方がいいでしょう」ええ警察からも注意がありましたんで私も気をつけていたんですけれどもいつの間にか出てしまったんです。 本当にまあなんていう子でしょうねえ一体玄関をこうして開け放しておくのはよしやしですよこれじゃあ家の中がまるで往来の続きみたいで誰が入ってきたって分かりませんものこのドアには盗難よけのベルを取り付けておくんですねと橋口は言った彼は二言三と主婦と立ち話をした後 一気に階段を駆け上がって3階の自分の巣へ入った野原が彼の帰宅を待ちかねていたと見えて火鉢のやかんがたぎっていた「野原さんあなたの好きな寿司を買ってきましたよ」橋口は着物を着替えながら境の壁を蹴ったがいつもなら声をかけるより先に顔を出すはずの野原は返事もしないどこへ行ったんだろう 部屋に明かりがついていたと思ったが独り言を言いながら隣室を覗いた橋口は窓からだらりと下がっている2本の足を見て仰天してそばへ駆け寄っただが掴んだ足は彼の手を蹴って「危ない用せよ!」という声とともに野原が部屋へ滑り降りてきた 冗談じゃない何をしていたんだ私は首でも釣ったのかと思ってびっくりしたよおい、いよいよ真犯人確定だぞ野原は急に声を潜めた。私の留守に何かあったんですかたった今だよ。僕が屋根で星を観測していると、あのら部なる回老人が、 壁書きを乗り越えて隣屋敷へ逃げ込んだんだへえなるほどねやはりあの親父は大切な娘か何かを倉林にもてあそばれたのでその復讐をやったんですねもしそうだとしたらあの年寄りがしそうなことだね親父さんいつ帰ってきたんだろう むしろ下では警察へ電話をかけたろうが、とにかく下へ行こう。こうなると、あの弱々しい老人を捕らえさせたくないような気がするね。だが、真犯人が出なければ、ず田さんはどうなるんです。なるほど。正義人道に戻るわけだな。二人が階段を降りかけたところへ、刑事と久子とが上がってきて、二号室の前に立った。 ダメですよあの老人は逃げてしまいましたよ野原が言った部屋は空っぽで開け放った窓から縄ばしごが下がっていた野原から浦部が隣屋敷へ入ったことを聞くと刑事はすぐに玉木家へ向かった隣屋敷ではまたしても犬がけたたましく吠え立てそれに交じって障子の倒れるような音やカラスの鳴き声などが聞こえた なんだろうあの声は。カラスにしちゃ少し変だ。窓際に立って暗い庭を覗いていた野原が言った。あれはカラスじゃありませんよ。人間のようです。狂人か何かを囲っておくのでしょう。とヒサコが言った。なんだか知らないが、気味の悪い家ですね。あのうちの中では、 笑うようなことはないでしょうね。と野原が言うと。笑うも何も。あの家には耳の聞こえない女中とあおんぶくれの加藤とかいう男よりか見たことがない。と、橋口が呟いた。扉の影の女。 事件があってから3日目、神楽坂署の一室で所長を中心に性風草事件を担当している警官たちが額を集めて協議をしていたそんなわけで豊島中学には浦部という教師はおりませんしまた原石地と称する鎌倉雪の下を調査しましたところがによりのものすらありませんでしたおそらく浦部というのも偽名でしょう と新藤刑事が言った玉城という人物の身元を洗ってみたらどうだねと署長が言ったその方は着々と進んでおりますから今明日中にはっきりしたことがわかるはずです今誰やらの言った玉城と浦部とは同一人物というのは少しうがちすぎているようですがこの二人は確かに密接な関係を持っているようです さもなければ、玉木の屋敷へ入った浦部が、そう簡単に消えてしまうはずがない。早速、固く捜索をやってしまった方がいいだろう。静田の方はどうだね。相変わらずかね。なかなか口が固くて、最初の陳述を少しも変えません。調査したところによりますと、静田は学歴も優秀で、人物もしっかりしているという定評がありますし、 倉林と違って、そこの上で問題を起こしたことはないようです。と、他の一人が言った。あの親子は召喚してあるかね ?30 分も前から来ております。では、すぐここへよこしてくれたまえ。娘を先へ、母親は隣室でわざと聞かせるようにしておいてくれ。所長の命令で、 娘のたまこが最初に部屋へ入ってきた「君は土曜日の晩に学校を9時に出たと言っているがどうしてそういう嘘をついたのだね」「あの日は3時に寄宿舎を出て4時半ごろ渋谷駅に着いてそれから11時まで何をしていたね」所長はたまこの顔がさっと赤くなったのを見た。 私銀座を歩いたりなんかしていました銀座を歩いていたのは分かっている君は6時半から8時まで一軸で誰かを待っていたね倉林とは約束はなかったけれども来るかと思って待っていたのかねええ私ぜひともお目にかかってお話ししたいことがあって会社の方へ行ったのですけれど 時間が遅れてお会いできなかったんですそれででは8時にいちじくを出てからどうしたねうちの前まで行きました君は家の人に隠れて倉林の部屋へ入ったのだろう君が日曜日に物置で拾ったという鍵は実は前々から持っていて その晩二号室から倉林の部屋へ忍び込んだのだろうその時倉林はもう死んでいたかそれとも所長は玉子を凝視したいいえ私家は入りませんでした私は倉林さんが出てくるかと思って30分ばかり待ってみたんですけれども諦めて横浜へ帰るつもりで渋谷駅まで行ったんです では、なぜ家へ引っ返したのかね。渋谷駅で時計を見たら、もう十時近くでしたから、学校の門限にも間に合わなかったので、お母さんに叱られる覚悟で家へ帰ったんです。よろしい。それでは、これはどういうわけだね。所長はテーブルの引き出しから新聞紙包みを取り出して娘の前に突き出した。 タバコは無言でその包みを見守り重いため息をした君は日曜日の晩人の寝静まった頃を見てこんなものを市ヶ谷見つけの堀へ捨ててきたのはどういうわけだ所長は包み紙の中から先の折れた霧を取り出して私はあの倉林さんが。 霧のようなもので頭を刺されて死んだのだということを聞きましたからこんなものが家にあって自分に疑いがかかると怖いと思ったから捨ててきたんですどうして君は自分に疑いがかかると思ったのだ君は倉林とは特別仲良しだったじゃないかでも私は倉林さんに随分怒った手紙をあげてしまったんです その手紙がもし警察の手に入ればどうしても私は疑われると思ったからですでは日曜日に拾った鍵が合うかどうかと試すために2号室へ入ったというのは実は倉林の部屋で手紙を探すためだったのだねはいそうですその鍵は物置で拾ったのではないだろう 前々から持っていたのだろう。正直なことを言うがいい本当はずっと前に私がまだ家にいた頃物置で拾って持っていたんですけれどお母さんに見つかって取り上げられたんですそれを日曜日の朝お母さんの財布から探し出したんですタバコの取り調べはそれでひとまず済み 入れ替わりに母親の久子が署長の前へ出た娘さんはすっかり正直なことを言ってしまいましたよあの鍵があったとなると娘さんの立場は静た以上に不利になってきましたね肝心の手紙が紛失してしまったので断言はできませんが2人の間がよほど見学になっていたことを証拠立てるような内容だったと見えますね いいえ、それは違います。本当のことを申し上げますが、娘の書いた手紙を死骸のポケットから抜き取ったのは、私でございます。私は、娘がこんな事件に巻き込まれては大変だと思ってそんなことをしたんですが、内容は子供の書くようなごく甘いものでございます。娘は以前、あの鍵を持っていたことはありましたが、土曜日には私の手元にありました。 実はあの朝、娘から手紙で倉林さんと結婚させてくれなどと申してきましたので、一体倉林さんがどういう気で娘を相手にしていらっしゃるのかきっぱりしたことを伺おうと思って8時頃に2階へ参りますと、お二人が娘のことで総論していらっしゃったので、そっと引っ返してしまったのです。それから私のところへ来客があったりして、9時半頃になって、 倉林さんはもう自分の部屋へ引っ込んでいらっしゃるようでしたから、いっそ静田さんに知らせないで倉林さんにお会いした方がいいと思い、二号室から下へお呼びしようと思ってあの扉を開けかけると、カーテンの陰に人のいる気配がしましたので、驚いて部屋を出てしまいました。何人がいた。はい。女の人です。どんな人だ 玉子でないことは確かです。洋服を着た短髪の女でした。顔は後ろ姿だけで顔は見ません。そういう重大な事実をなぜ今まで黙っていたのだなんとも申し訳ございませんけれども、私は娘をこの事件に巻き込みたくなかったものですから、自分が 二号室から倉林さんの部屋へ入ろうとしたことに触れなかったのでございます。久子の陳述から事件は意外な方面へ展開した。断髪洋装の女とは果たして何者であろう。行方をくらました浦部老人、広大な屋敷に潜んでいる謎の玉木。この三人は、倉林の王子と、 どんな関係を持っているのであろう床下の亀大久保百人町の新道路を郵便局の前から北側へ入っていったところに杉垣を巡らした小綺麗な家があった竹を植えた前庭を入ったところに格子戸があって下手物の看板が出ている。 玄関で五十格好の婦人を前に立っていたのは新藤刑事であった森初子さんですかあの方なら丸の内の方に勤めていらっしゃいますから会社の方へは行ってきたのですが今日は出勤していないというので病気で休んででもおられるのかと思ってこちらへ伺ったのですそうですか 今朝はいつもより一時間も早くお出かけになったのですが、もっとも昨日から大変お忙しいようで、昨夜は十時頃お帰りになりましたけれども、そんなことは今までに滅多にないことでございます。本当にどうなすったんでしょう。森さんとはご親戚ででもおわりですかえい,いえ、そうではございませんけれども、 うちの娘が神田の女子青年会へタイプライターを習いに行っておりました頃のお友達で、もう3年も前から宅にいらして、うちの者も,も同様にしておりますので、あの方に限って間違いなんかないはずでございますが。土曜日の晩は6時に帰ってきて、それからどうしました食事を済ましてから、牛込の清風草まで行ってくると言ってお出になりましたが、 遅くなったから明日にすると言ってじき帰っていらっしゃいました随分大変なことでございましたわねあの晩初子さんがおいでにならないでいいことをしたとみんなで申しておるんでございますよ森さんと清風草とはどういうご関係ですあれはあそこの亡くなった旦那様とタクトが同じ会社にいたことがあったもんですからご懇意にしておりますので 自然、初子さんもお知り合いになったわけでございます。ああ、そうですか。森さんは男の友達がたくさんおありですかね。いいえ、仕事の上でのお知り合いはありましょうが、友達というほど親しく交際していらっしゃる方はないように思います。ああいうお綺麗なお方ですから、随分殿方の目につくようでしょうけれども、 なかなかしっかりしていらっしゃるので私どもは感心しておるんでございますよ森さんの方では何でもなくても先方でつきまとって森さんが迷惑をしたというようなことはありませんかそうでございますね別にそんなことは聞きませんけれどもそういえばこの二、三日何でも変な老人につきまとわれるとか言って気味悪がっていらっしゃいましたが 今日会社をお休みになったのもそんなことじゃございませんでしょうか新藤刑事は正封荘の女主人の陳述による「様相断髪の女」という言葉からふと日曜日の朝現場を見に来た森初子に疑念を抱いて彼女を探しているのだった彼が署へ帰ると玉城家家宅捜索に赴いた数人の同僚がもう引き上げていた 神道君、ん、部の行方がわからなかったのは当たり前だ。老人は玉木の裏庭の古倉庫に監禁されていたのだ。と刑事の一人が言った。やはり玉木がかくまっておいたのか。そうじゃない。手足を縛られて監禁されていたのだ。おかげで意外な取り物をやったぞ。玉木というのは横領、文書偽造、 不法監禁。まだ洗えば色々なものが出てきそうだ。それより、浦部の方はどうした浦部か。あれは立派に現状アリバイが立っている。殺人事件とは無関係なんだ。凶行のあった土曜日の晩は、夕方5時半ごろ、新宿で自動車に跳ね飛ばされ、武蔵野病院へ担ぎ込まれて夜の11時まで病院にいたそうだ。病院の方で調べがついている。 と相手が言った。所長室では頭の包帯も汚れたまま痛々しいほど憔悴した浦部老人が興奮した態度で語り続けている私は相場に手を出して失敗しやけになってしまって茅ヶ崎財の実定のもとに妻子を置き去りにして郷里を出奔しましたそれは。 今から20年前のことです。私はまだ四十の男盛りだったので、一旗あげるつもりで満州へ渡り、転々と放浪しているうちに、恐竜との消息も絶えてしまいました。若いうちは恐竜のことなどは大して気にも留めておりませんでしたしまたその日その日に追われているので、 妻子のこととななどもも忘忘れるともなく忘れるくておりました。しかしこの数年大連で始めた商売が当たって相当の財産ができたので夜年とともに祭祀のことなどが思い出されてならなかったので1か月前にひ然と帰国したのですところが20年の間にはいろいろな変化がありました 妻は大正8年の流漢で倒れ肉親の弟は商売に失敗し先祖伝来の田畑をことごとく他人の手に渡し最近では住み慣れた家屋敷まで悪辣な債権者玉木なる者に取られてしまったのですそうして24歳になったはずの私の娘は 女学校を出ると間もなく持ち上がった縁談を嫌って、家出をしたまま、もう5年も行方不明になっているという始末でした。さて、私が何故、聖風層などにこもって怪しい素振りをしたかと申しますと、それにはこういうわけがあるのです。ごく手短にお話ししますが、 私の茅ヶ崎のうちというのは土地の旧家でして祖父の時代には大きく酒造をやっておりましたで私は偶然にその祖父の残した日記によって我々の住んでいた茅ヶ崎の家の養蚕室の床下に金銀を壁に入れて生けてあることを知りました当時はちょうどご維新前後で 財方の豪華などが盛んに軍用金を取り立てられておりました頃なので、祖父はその金を子孫のために引徳しておいたものと見えます。それで私は現在では玉木のものになっているその屋敷へ入って、密かに養蚕室の床下を調べましたところが、機械にも祖父の日記に指示してありました場所は、 最近掘り返した形跡があって、肝心の亀は紛失しておりました。私はだんだん調べてゆくうちに、亀を持ち出したのは玉木らしいという目星がついたのです。どうして玉木が亀の存在を知ったかということは疑問ですが、おそらく彼も同じ土地者ですから。 心からでもそんな噂を聞いたものと思われます。で私は真偽を確かめるために2度ほど玉城を訪問しましたがその都度加藤という番頭より出てこないで容量を得ませんでしたから私も腹を決めてしかとした証拠をつかむために清風草に陣取って隣の家を探っていたのです。 その方々、娘の行方を尋ねるために、当てどもなく東京市中を歩き回っていたんです。そうこうしているうちに、私は日曜日の晩、確かに玉木の在宅を突き止めたものですから、庭から飛び込んでいって談判しておりますと、後ろから加藤に襲われて、ついに、 監禁されたようなな次第なのです赤布の謎日曜日の昼から夜の九時過ぎまで横浜中を歩き回っていた初子は弁天通りから元町にかけての絹物の婦人服生地を扱う店を歴訪していた彼女は 前日、清風草で新道がペンを拭いた布くずだと思って捨てた一寸角ばかりの赤い絹地の出どころを尋ねているのであったペンでも拭いたシミと思われる黒い線は女性の細かい観察眼によって夏線模様の一部と見た初子はかつて会社へ出入りする輸出商人から南米行きの手提げ袋の見本の一つをもらったことがあるそれは真っ赤の絹ポプリンに だの「服だの」という漢字を模様にしたものであったそれゆえ彼女は拾った切れ字の一端についている黒い線を「寿」という文字の頭と推定したのであったなお彼女が布地の出どころを横浜と狙ったのは自分のもらった手提げ袋が輸出品であったということもう一つはこの事件に重大な関係を持っているらしい玉子が 横浜の寄宿舎にいたということが彼女を横浜に引きつけた原因である初子は朝から7軒目に元町の外れにある小さな店を見つけた三尺のショーウィンドウに黒スに禁止で竜を刺繍したハッピーコートや禁断のクッションやヒガの子のスリッパなどが並べてあった生地を積んだ棚を背にしてレースを編んでいた品服を着た可愛らしい娘が 初子を見ると愛想よく微笑みかけた。いらっしゃいまし。何をお目にかけましょうちょっとお聞きしたいのですけれども、お宅にこれと同じ記事はないでしょうか初子は小さな赤い布を娘の前に置いた。ああ、これでございますかこれは外国人のご注文でこしらえましたハッピーコートの残り切れで、売り物ではございませんの。 その残り切れをどこかへお出しになってうん。五、え、六、え、日前に店へおいでになった方が欲しいとおっしゃってお持ちになりました。これはその時、ほんの少しばかり見本に欲しいとおっしゃったものですから私がこれだけお切りしたんですけれども、これでは模様が見えなくって役に立ちませんから、結局残り半分を半ヤールほどみんなお譲りいたしましたんでございます。 少し変なことを伺いますけれども、そのお客様というのはどんな方ですのその方は絵描きさんですの。娘は何かを思い出したように笑いながら言った。絵をお描きになる方男の方ですのいいえ、女の方なんですけれども、まるで男みたいな方なんでございます。 その方、どこに住んでいらっしゃるかお分かりになりませんさあ、何でも神奈川の方にいらっしゃるようでございますけれども、宣告もカンバスを持って店の前をお通りになりました。お名前は分かりませんのええー、存じませんけれど、男みたいな画家さんといえば大抵の方は知っていますから、どこか他でお尋ねになればお分かりになりましょう。 初子は画家と聞いてちょっと意外に思った。そんな画家と倉林の変死事件とはまるで無関係のような気がしたが、とにかくその女が持っていた赤いきれがどうして現状にあったかということは一応調べる必要があると思った。その方は帰りにまたここを通るでしょうかと初子は尋ねた。ええ、きっとお通りになりますわ。 毎日お天気さえ良ければ、大抵お昼頃にここを通って、4時頃お帰りになります。もし何でしたら、ここへおかけになってお待ちになりましたら時計を見ると、4時にはわずか20分ばかりであったので、初子は進められた椅子に腰を下ろした。では、ここでお邪魔させていただきますわ。その方がお通りになったらお教えいたしますわ。 ずいぶん変わった方ですのよ何でも一つ構図の絵を何枚も何枚ももう一年も描いていらっしゃるらしいんですのある時その方が不意に店に入っていらっしゃってそこの鏡に顔を寄せて鼻の下をこすっていらっしゃるからどうしたのかと思ってそばへ行くと「私に本当にひげが生えていますか?」とおっしゃるんでしょう。びっくりしてしまいましたわ。 娘はその時の光景を思い出したように快活に笑ったので初子もついつり込まれてしまった「その方は何にでも絵を描いてしまうのがお好きでスカートに飛行機を描いたり男物の中折れ帽にバナナや琵琶の絵を描いて済ましてかぶっていらっしゃるんですの」「ああ来ました来ました」した指さされるまでもなく初子には一目でそれと分かった。 三十五六の際立って目の大きな背の高い女で顔だけ見るとエジプトの女王とでも言いたいような立派な目鼻立ちであるが恐ろしく奇妙な服装をしていた彼女は絵の具箱を肩にかけ鞄バンと三脚を抱えて大股にかっ歩してゆく夏子は店の娘に礼を述べてすぐその女を追った女は神奈川駅前で市内電車を降りると 大道路を右に折れて、囚人監修の中を平然と歩いて行って、教会の角で柳の木の下にうずくまっている女の前に立ち止まり、ざらりと金かどうかを取り混ぜて、むしろの上に投げ出した。と思うと、くるりとキビスを返して、元来た道を引っ返し、橋を渡って、丹町通りの方へ入って行くのであった。ゴミゴミした細い横丁を突き当たって、 洗濯屋と品料理屋との間を入ったところに鉄筋コンクリートのアパートメントがあったそこは通称アヒル長屋と呼ばれているだけあって人工過剰で人間がはみ出しているように玄関からすでに品女たちがガヤガヤわめきたてている廊下ではバケツが転がっていたり椅子が投げ出してあったり押し目が旗のように扉から扉に振り回されその下に数人の子供らが面交したりしている そこには日本人のほかロシア人シナ人などが雑然と住んでいるのである女絵師は薄暗い廊下を抜けて階段を上がっていった初子は元通りからつけてくるうちにその女性に非常な興味を感じて引きずられるようについうかうかと一緒に階段を上がってしまった女は不意に後ろを振り向いて私の部屋はここですの 極めて自然に言った。初子はその不意打ちに真っ赤になって立ち着くんだ。あなたは婦人記者でしょさあ、どうぞご遠慮なくお入りください。女は扉を開けて重ねていった。初子は婦人記者という言葉に救われて部屋へ入った。そこは八畳ばかりの洋室で、 隅の方にある塔の長椅子が寝台代わりだと見えて毛布がかけてあった。窓際に大きなテーブルと曲げキースが二脚。そして四方の壁にはところ構わず油絵が掛けてあった。初子はその中の肖像画の一つを見て、おやっと目を見張った。その男、なかなかいい顔でしょそれも、あれも、 あなたの後ろにかかっているのも同じ男ですよ。初子を驚かせたのは倉林の肖像であった。まあ、あなたは倉林さんをご存知なんですかおやおや、あなたは私が誰だか知らなかったのですか私は倉林の家内ですよ。 倉林さんの奥さん初子の胸はドキドキしていた。ではあなたは土曜日の晩に倉林さんのところへいらしたのですねええ。私が復讐してやったのですよ。あの男はいい男ですけれども、悪い奴ですよ。 恩知らずですよ。殺したぐらいでは飽きたらない男ですよ。女は上ごとでも言うように喋り立てた。あまりに子も投げに言ってのけられたので、初子はあっけに取られてしまって、しばらくは言葉も出なかった。あなただって、私のやったことに不服はないでしょう。 誰だって依存はないはずです。私はあの男を一人前にするまでにはモデルになってまで見つぎましたよ。それなのに学校を出てしまうと人をどぶへ突き落とすようなことをして。私はあいつの行方を三年も探していましたよ。 女はケロリとしてマットをスパスパ吸い始めた。あなたはどこから忍び込んでどこから逃げたのですバカバカしい。誰が逃げるもんですか私はあの晩あいつの帰る前に堂々と玄関から入り、カーテンの陰で機械を待っていたんです。代わりにも、 静とか言う人が、あいつの死骸を見て、仰天して階段を転げ降りていったとき、すぐ後ろから私も降りていって、大手を振って玄関から出てきましたよ。狂気ですって狂気も何もあったものじゃありません。それ、そこに転がっている、 みとじきりでやったんですよ。女は何がおかしいのか、急にカラカラと笑い出した。初子は相手の調子が少し変だと気がついたが、あなたは、警察へ自首してお出になった方がよくはありませんかと言った。こっちから出て行くなんて、そんな不景色なことは嫌ですよ。 警察で私に用があるなら探してきたらいいじゃありませんか私は逃げも隠れもしないんだから女は公然として言ったでもあなたが名乗って出ないために罪もない人が嫌疑を受けて警察に留置されているんです ことによるとその人は人殺しの罪を着なければならないかもしれません。あなたは人に罪を着せておいて、それで気が済むのですかそれはいけません。罪もないものを罪にするなんて、そんな不法なことはない。女は、 自分で自分の言葉に感激したように同じ言葉を繰り返しながら部屋の中を歩き出した初子はこの会見を済ますとすぐに玄関脇の電話室から神楽坂署へ長距離電話をかけて新藤刑事にこの事実を報告したそれから3時間後初子は進藤刑事と倉林の妻緑と共に神楽坂署へ到着した そこで彼女は思いがけずこの数日来気にかかっていた不思議な老人と顔を合わせしかもそれが彼女が4歳の折に別れた実の父親であることを知ったのであったそれですのに私あの時逃げたりしてお父様におけがをさせてしまって初子はすまなそうに父親の前みたいの包帯を見上げた 何大したことはない私がお前を二十年も捨てておいたばちだよそれを思えばこんなかすり傷くらいでは足りないくらいだ私は初めて見た時からどうもお前だと思ったよお前は お母さんにに本当によく似ている。浦部老人はしみじみと懐かしそうに娘の顔を見たそれから1ヶ月後に静と初子は結婚した浦部老人は当然自分の所有に帰した時価10万円の古金銀を結婚祝いとして新郎新婦に送った そして自分は先祖伝来の家屋敷を玉城から買い戻し弟夫妻と共に思い出多い郷里に晩年を送ることにした清風荘も浦部老人の行為で玉城との手を切り新たな下宿人を迎えて再び親子水入らずの生活に帰った三階ののんきな相棒橋口と野原は相変わらず屈託のない日を送っている いくら玄関が開け放しだってこれだけ人間が住んでいるのにどうして犯人の出入りを誰も気づかなかったんだろうそれが不思議でならないんだよと言ったのは夜食の寿司を前にしてその日の夕刊を読んでいた橋口である人間が多いからかえって目立たなかったんだよそれに強人で大胆だったからさ かっさらいだって物を盗んで逃げれば追いかけられるが当然のような顔をして品物を懐中へ入れて悠々と歩いて行けば誰も怪しみをしないことによると僕らだってその女の姿を見たのかもしれないと野原が言った二人はちょっと言葉を切ってもう二ヶ月もたったその晩のことを考えてみたが空っぽの頭には何も映らなかった しばらくして橋口は「ねえ君それにしても倉林を殺した緑が刑務所へ行かないで精神病院へ送られたのはよかったねこれで君も気が済んだろう」と言ったそうさ藻が常にあらゆる女性の上にいいことが来るように祈っているんだ野原はいつも話したことのない社生帳に「 相棒の表紙着のような顔を描きながらい君は嫌にとても女性霊山者なんだなそうさ僕の亡き母親は女性だったもの